バクサカニサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。いいですね。というわけで今日はね、 BB ボトルの話ですね。はい、BB ボトルで入れるとき皆さんどういう入れ方してますか。まあ私がやってる方法を紹介しようと思います。前にもね、 BB ボトル VS BB ローダーっていうのをやったと思うん で、私これ気に入ってますね。なんか何種類かあるじゃないですか。これね、どうでもいいことですけど、こう先がちょっと細いんですよね。もう一個の段差がないんで、こうフラットに来てるんですけど、なんかね、材質の差が知らないけど、滑りがほんのちょっといい感じがして好きです。で、私がやってるやり方は、こう、人差し指で、こうやって振るんですね。そうすると、ここ、ルートに玉が入るじゃないですか。で、これで、まあ、丸井さんのやつだと、こう、フォロワーを押し下げて、まあ、ここ、隙間が結構あるんで、まあ、ここに、こうやって、入れて、指を離しますね。タラタラタラーと。で、この、なんかね、指がじゃないよ。うまい具合に、こう、なんだろうな、こう、コロコロ転がるとね、すんげーいっぱい入るんですよ。例えばこれね、私が大好きなハイキャパの、ピント合ってるかな、ロングマガジンね。これいいですよね、めっちゃ打てるから。で、こうやっといて、ちょっと離れた方がわかりやすいけど、まあ、こう、ルートに確保しといて、で、まあ、マガジンは当然、こう傾けるじゃないですか、傾斜ってね。で、こうやって、こうサラサラサラーっていって。ちょっとね、本当はこんなんじゃないけど、お、うまくいった。うまくいくとね、一回のこのサラサラサラーでいくんです。ちょっと今カメラにね、向ける関係上、いつもの絶妙な角度になってないから。っていう感じで、こうやってやってます。こう、サラサラサラって振って、指をこう、解放して、戻して、で、流れなくなったらまたサラサラサラって言ってこうやるようにしてます。はい。なんかね、BB ローダーの方が、なんだろう。まあ、気軽じゃないですか。各自に押せば入るけど、BB ボトルね、楽なんで、私は普段ある程度数打つときはもう絶対にっていうほど、BB ボトルでやってます。BB ボトル最高ですね。ああ!もったいね。あと APS の場合ね。まあ、これも、こう、フォロワー下げといて、で、まあ、入れるじゃないですか。で、サラサラサラとやって、はい。戻して、あ、びっくりした。ヤマビルさんかと思った。はい。で、入れるっていう感じでしてます。はい。まあ、多分いろいろ方法あると思うんで、もっとね、いい、ビビローダーの使い方もあると思いますので、なんか、まあ、こういう方がいいよ、みたいなね。ご意見もいただければ嬉しく思います。というわけで、はい、私が大好きな、あ、これ初ないですか私が大好きな BB ボトルについてね、まあ簡単なんですけど、使い方紹介してみました。やっぱりこういうのあるとね、たくさん打つとき便利なんで、おすすめです。安いしね、これでどれぐらいだろう。フロンティアさん200円ぐらいじゃないかな。はい、で、これよりもっとでかいやつもあるし、もっとね、ちょっとちっちゃいこれぐらいのやつ、山中社長はよく使われてますよね、これぐらいのサイズ。私はこれぐらいが、なんかバランス取れて、うん、好きですね。はい。というわけで、はい、ビビボトルについてね、紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。